はい、竹下出てた待って、竹下通り歩いたの何年ぶりとかじゃないですか。何年ぶりだろう、もう覚えてないよてかマジでスタートの、まあそう今どんな感じですか、お姉様。あの迷って歩きまくって疲れました。新宿駅から交差点来て、ターくんがさ、手伸ばしたらこんぐらい、あそこにも入れるんだよ。ああ、いいよ。大丈夫なんか思ってたよ。なんでお前参戦するの。すんなり参戦こう貼れる。どこ、うん、いやいや、お前が届いてるから俺が届かないわけですよ。俺手こんぐらいしかないから。はい、そこにもちょっと3枚、4枚ぐらい、このぐらいでいい。もうちょっとした、うん、あ、うん、全然あのここに合わせちゃう、下に合わせちゃって、下に合わせちゃって、うん、暗い部屋の中さ、あれ見つけたらさ、めっちゃ怖いね。目線感じる。あ、いいっす。で、それちょっと間開けて4つか3つで、ね、これ、目線感じる。楽しい。すぐやる。一楽天だ。私寝るとかは好きだから。あ、でも風邪と一気にいい感じになる。で、また違うね、雰囲気がね。で、ライト、ただくんさ、ライトさ、全部さ、絵の方に向けてほしいんだよ。何が届かなかった。いや、やれないことないけど、怖い。なんか壊したりしちゃった。あ、そこ壊れない。いや確かに、そっちの仕事も確かに、怖い。何だと回せないか。あ、すごい。あ、結構一気に出せるんだ、それ。ね。ここ結構。はい。あ、良くないのか。100じゃないよ。100キロあると思ったんだけど。90キロ。90キロ台？台だと思う。この2つをさ、こっちに座ってらっしゃって。あ、じゃあそれはそれで。いい。私の3つを一気にそっちに、うん、ありがとう。ここでもあるんですよ。これね、まあでも、あ、まあ、なるほど。別にでも、どっちか取るとここもらってそう。ウェイウェイ。あ、いいでした。もういいかな。ね、待ってよ。多分こういう光景を撮った方がいいんじゃないの。いや、なんか、分かんない。疲れちゃった？飽きた？あ、飽きた、疲れた。邪魔。パパ邪魔。パパ邪魔じゃねえんだよ。俺、張ってる人だよ。何がパパ邪魔だよ。張ってる姿が撮ればいいじゃねえか。そういうことじゃないの。じゃあ、私も喋る。パパ邪魔。いいだろう。邪魔。邪魔だよ。はい、おはようございます。おはようございます。今日はすみません、ちょっと私が寝坊したんで。はい、寝坊しました。で、今日よろしくお願いしますっていうことで、なんか多分2時ぐらいから友達とかが来始める。それ、じゃあ40分ぐらい。うん、暇。だから基本的にまあ、なんか好きなことやっていいんだけど、もしゲームとかもしやるなら裏でやっててほしくて。一応なんか絵描くものを持ってきたから、これ普通に描いてありです。いい？うん、いい。やだー！ただ、汚さないように。ただ、その、お客さんが来た時は、ちょっとこう、気使うぐらい。了解。で、一応なんか来たら、若干、なんか挨拶じゃないけど、こんにちはぐらい。いらっしゃいませ、うん、で、なんかいらっしゃいませ。例えば後ろ、例えばコトとかさ、ツグがこう、なんか絵描いてるとするじゃん、うん、そしたら、まあなんか来たらちょっとこう顔見て会釈するとか、こんにちはっていうぐらい、はははなんかやってくれると、なんかまあ来た時のウェルカム感っていうのがあるかな。で、基本ここちょっと閉めておきたくて。あ、そうなの。そう、だからまあ基本的にちょっと閉めといて、来た人に開けてもらうってところから、もうなんかサービスとして やりたいな。大丈夫、頭上注意とか書いてもらって大丈夫。出るときに一声、あの、頭で、多分基本はその俺の知り合いが来ると思うんだけど、今その時はなんか、まあ、俺が紹介するからさ、
またなんか楽しく、なんか面白かったやってくれるといいかなって思います。はい、なんか、あ、で、17時まで一応個展は17時までやるんだけど、で、18時にここ出ないといけない、うん、あ、じゃあ17時から撤収、あ、そう、みたいな感じで。あとあります、ね、え、その、俺らは基本どこにいればいい、うん、あ、もう好きなとこに、あ、別にいていいの、あ、全然いてくれていい。で、なんか人もしガッと入ってきたらちょっと外出て、うん、なんか状況を伺うとかでもいいし、タバコ吸う時も一声かけてくれればタバコ吸いに行ってくれないみたいな、うんうん、で、一気に3人とかいなくなるのがきついかもしれない、うん、2か1で2か1で、だから最大2で、あ、みんなで行く、そうそう、行くえって感じかな。ということで、ちょっと一回みんな、あの、あ、タラコに行ってくれ、ちょっとここに立ってもらって、で、ちょっと一列に並んでもらって、あ、タラコちょっと待って、ね、そう、で、次そのままいて、あれ、こっち、あの、正面に行って、で、みんな、あの、ちゃんと、あ、ポト、意外ともここ一回手止めて、ん、ポトおいで、全然映って、はい、軽作業気味、こっちこっち、うん、で、1列こう並んで、まあ、ちょっと田田くんがやっぱり一番こう、あれだからさ、じゃあ、はい、どういうこと、で、うん、で、田田くん、なんかさ、やっぱ偉いかなって、その時にちょっとこう、俺らがさ、あ、おはようございますみたいな、で、そこから開始するっていう流れを、で、田田くんさ、なんだそれ、で、ちゃんと俺の真似してる、娘、じゃあ、みんな一人ずつ、あ、俺がこう並んでいくか、みんなこう、ヒロの真似してくれる、めっちゃ悪い、じゃあ、行きます、あ、おはようございます、おはようございます、あ、おはようございます、おはようございます、はい、お願いします。はい、ありがとう。で、叩いて何も面白くない。触られてる。あ、でもお前いいじゃん。絵といい感じになった。適当に絵描いて。いいじゃん。お前さん、お疲れ様です。飾って個展をありがとうございました。いや、成功ですかね。成功ですかね。どうなんですか。あ、皆さんのいただき物が、あ、ありがとうございます。これいいよ、確かに。これ、うん、荷物もまとめないと。あ、そうだね。うん、あ、そうだ、気分に。はーい、せーの、ありがとうございます。完成お疲れ。初めてフライドポテトバカを食べてみた。どうも、YouTuber、ヒロウミです。アビックシーです。すごいね、これ。じゃあ、コト、食レポお願いします。おしまいです。終了。どうですか、もう変えて。食レポお願いします。やってください。ことみ二食遺産。食レポお願いします。タダ君はね、二食家ですから。まあまあ今冷凍なんだね。絶対言うな。絶対言うな。あ、本当だ。なんだろう、急にだな。今日の個展どうでしたか。今日の個展どうでしたか。楽しかった。楽しかった。今日の個展はどうでしたか。なんか髪の毛が。今日の個展良かったと思います。いっぱい人も来てくれたしね。ゼロ人だと思ったし。最初。ちょっとね。思った。あ、来ないか。うん、
今日は撮影会で終わるかって思ったけど、思った酒買ってきた方がいいかな。はい、失敗。失礼すぎだろ。弟の個展失礼すぎだろ。あ、つゆみさん どうでしたか今日。うちも正直誰も一人も来ないと。ね、やっぱり失敗みたいな。結構人聞いてたけど、一般人来なかったから。あ、まあ普通のね、知らない人ね。だから、みんな芸能人ではなかったけどね。今なんかいっぱい芸能人来たけどみたいな言い方してたけど。ヒロミつながりじゃない人たちが来なかったみたいな。みんな繋がってたからね。ここで、うわちょっと映したがってるやつ。でもいいよ。映るのよピコロ。映してカメラに映して。顔緑色でーす。でマジでうまいじゃん。上手じゃん。顔緑色の。でもうまいよね。絵の具の色さえあれば、ね、下書きうまかった。次回行きたいですね、また。すみません、またよろしくお願いします。はい。もうチップスでーす。つゆみさん、次回までにカメラワーク覚えてください。よろしくお願いします。あの編集だけじゃダメです。編集を上手くなるならカメラワークも上手くなってください。今日クビになったからね。失格だったんだ今日。じゃあ別に来ない。すぐクビ。どうぞ次はお願いします、ね。次は君には期待してるんで。てかお前ら髪型一緒やん。ね、色が違うだけで。一緒やないか。色違い。色違い。